分駅前に設けられたラグビーワールドカップのライブビューイング会場、ファンゾーン。大分のみならず、世界中からラグビーファンが集まりました。This is fantastic fun.大会期間中にはステージイベントやさまざまなブースが設けられ、大分の高校生たちも海外からのお客様をもてなしました。味わえないような盛り上がり方で、楽しんでくださったので、自分たちもいつもとまたちょっと気持ちの入り方もちょっと違う感じ で真剣に舞うことができたのでとても楽しかったです。多くの方々に見ていただいて、本当に、演奏していて楽しかったです。日本文化を体験していただくブースも開設され、多くの高校生が海外の人たちとの交流を楽しみました。なんかとっても面白くて、弾くのもとっても面白いでした。外国人とも喋ったりできて楽しかったです。英語でお話できて楽しい経験ができました。